宝箱。マルスさんサッカーやるの疲れるので自分でプレーはしない。プレーしたくない。ゲームのサッカーとか買ったりしましたね。まあパワープロはもちろんですけどね。パワープロはほとんど買いましたね。サッカーはまあ 1,2 回買ったか買ってないかなってぐらいですけど。まあゲームも楽しい、ああいうの。やっぱ見るのも好きってことですよね、そしたら。あれこれ。見る方が好きなんですかね。ああ、なるほど。自分は見るよりやる派でしたかね、言うたら。まあ、サッカーはちょっとあれですけど。間に合わないよな。せっかく SS 溜まったのに。またジャストか。やべえな。うわ、読まれとったな。なんか。あ、それは無理。まるまるさんいらっしゃい。こんばんは。今日も頑張って。新規開放キャラでやってます。おお、取るな。反応してきゃそうなんですけどね。危ね。シエラはノックバック来ましたよね、確か。早いのはきついですね。アウト。あ、てか体力全然出なかった。今日はグラスになったらメリオダス使おうかなと思います。
いや、なんかいけるんじゃなかろうかとか思って、なんか2要塞来なければ、とあの解除系ですかね。なんで、あいつにします。イオリメリオダス、まあ暦、せめて暦って感じですかね、の3キャラで。例えば特に何も考えずに、うわやべやべやべ、それは間に合わないわ。とりあえずにしようぜ。グラスが欲しいな。はい、あ、いえいえ、ありがとうございます。いやでもね、なんだかんだ結局あれなんですよね、なかなか維持ができないんですよね。でもまだランカーにも入ったこともない人なんで、正直新キャラの、まあ、壊れとか使ってもあんま変わらん気がしますね、勝率。まあ積むキャラが来た時とかはちょっとあれですね、そりゃ。おお、2100。あ、こういう時はきつそうですね。青脳のコード属性変えられたらほんまきつそうですね。あ、しまった。せっかくイオリがいるのに、あ、イオリじゃねえ、あいつ誰だったっけ。あ、しかも空振りとか。いや、せっかくこいついたのに、フランの対策のためのこいつなのに、超もったいないことしましたね。ああ、だったらちょっと無理ですね。はい、落車。おお、危ねえ。青のってノックバキ行ったはずっすよね。あ、
銀さんダメだわ。あ、やらかした。あ、取れた。いいんだ、あれは。え、あ、よかった。結果オーライですけど、あれめっちゃ助かりましたね。あれは。そっちは向いたわ。こうなったらもう雪村しか出せないっすよね。とりあえずあと1点欲しいっすね、なんとか。あ、うわ、やばいやばいやば。とりあえず。ああ、ダイレクト。待ってくれ。よし。よかった。これは嬉しいですね。この勝利は。いや、正直多分普通の新キャラ使ってたら勝てなかった気がしますけどね。なんかほんまくれ。よし。ちょっと来たんでやります。どういうメンバーがあれなんですかね。あ、イオリじゃなくてルカにしましょうか。なんかジャストなんかちょっと頼りたくない、じゃ頼りたくなかったんですけど、まあこのグループはちょっと置いときたいんで、このグループをちょっと変えましょうかね。あれ、小読みって何持たしてましたっけ、自分。ああ、あれか。
はい、ああギアにはカレコレ使ってるんですよ。これがめっちゃ使ってますね。ギア操作、ギアの多だけ、ギアの多さやったら上位いきますね。よし、これで太郎かな。これで初手は初手はイオリで SS 打ちたいなってですね。これ正直でもメリオダスで減らそうにも交代時1秒間自動蓄積でほんとすぐ溜まって意味ないっすよね。多分ほんまきついっすよね。ポポコがいる。ああ間違えた間違えた間違えた、なんで打ったんやろ。今もう SS 溜まってるよ。いやこれティナきついなぁ。あ、でもカウンターはできるのか。あ、やば、ラリット。待つか。ナイスドリンク。ナイスドリンク。あーやば。おー取られた。あーちょっとタイミングがなくてラケットが振れなかったんでわからんかったですね。あれはもう、何回か使っていきますね。あー なるほど。まあ確かにでもそれしかないですよね。ラケボンしててもなんか全然取れない時もあるぐらいですから。
連打力いや連打力、あのラケブン力ですね、ほんとラケブン力、ラケブンがすごい人はいけますね。もうちょっとあれ遅かった、まあ次頑張ります。ちょっとあでもいやラケブンとかほぼしたことないんでしょうがないですね。まあしょうがないですよね。メリオダス言ってもちょっとあのまだ今日やり始めてからのちょっと時間が短かったんで、ちょっとまだ感覚が戻ってないっていうことにして、ちょっとしょうがないですね。あ間違えた、意味ねえや。お取られた、あーきつー、やるーしがきついな。え、マジか、取れるんや。終わったな。無理。あれメアで頑張るかルーシェで頑張るしかないっすよね。エクセありがとうございます。とりあえずあと1回グラスができたら今日はやめようかなと思うんですけど、2500は無理。あ、ギオルグさん使ってる。やべえ、このギオルグが絶対強いギオルグだ。あ、やば。やらかしてる。なんかどっちを打とうか悩んでやられました。うわ、よし、あージャスト欲しかったな。
アウト。まあこれはもうしょうがないですね。マジか。ラッキー、よかった。またハードか。やってないです方は。あ、まあまあまあ、今週あのニオとかあの花宝来るんで、なんか暦でもワンチャン生きるかもしれないですからね。花宝来てこれでもうちょっと勝ちやすくなるかもしれないです。ただちょっとメアが花宝するのがちょっと痛い気もしますけど、やっぱりはいはいはい、確かに確かに強いっすね。そうっすね、オーチクロ絶対強くなってますもんね。強いっすもんね、あれ見た感じも。ありっすね、確かにそれがいい。いい、不意のジャスト。あ、かすみってあれですよね、取れるの？よし。あ、光の方があったんか、そう光で合うのか。
戦略的スルーですからね、戦略的スルー。うわ、やべやべ、いや、やっぱりあの戦略的スルーが効きましたね。いや、まあ たまにあれですよ、たまにうまいこと言ってるだけであって、あの本当安定しないですからね、なかなかですからね、本当。だからたまに本当ランカーさんとか勝てたりするんですけど、あ、その時はあの新キャラとか使ってますけど、やっぱ安定して勝てないんでダメなんですよね、やっぱり。なんかまあ無反応とかのなんかロブの空振りとか、ああいうのもあるんですけど、まあやばいですよね。よう本当みんな100いない人すごいですよね。2400、やば、強いところですよね。ちょっと今度アルカにしてみます。あちょっとああいうリズムがまたきついっすよね。いやあれ完璧イベント、なんかめっちゃ早く打ったつもりとかないですけどね。これさすがに相手の方が早く打ってくると思うんですよね。あ、結構同じことありましたね。よしよしよし、まあ、とりあえず1点。あ、そっか、こいつはマジンか。よかった、とりあえず。よし、とりあえずあと1点欲しいけど、あー、これで今自分スライス打ちましたっけ。あれ、グラスが本当に来ない。40分か。もうそろそろラストにしたいんですが。
あ、ロベアホでした。あ、そっか、打球の分が溜まってないからか。あ、よし、やっぱ属性のあれがあるんで、青のやったらすぐからせれますね。多分ギアショきますよね。あー無理。あぶれ。え。今まで取れとって、なんかあれが取れなかったから悲しいやつですね。いや、ハード濃い、ハードかな。いや、ハードじゃない、グラスだよ。よし、次もグラスコンカットやめますね。ちょっと、時間が。あー、音かよー。結構頑張ってきてるの。
お、来た。やっと来ました。しかもラストですよ。もうラスト勝って終わりましょう。まあ確かにスマホゲーって課金ゲーになりますもんね。うわ2起きた。マジか。しかも減少無効だけ持ってるんですけど、ちょっとマジか。これ貯めてカウンターが、次 SS 打たれたら、これ仁王もメリオダス言うてもあれなんですよね。結局ノクバ向こうがないんで、あ、終わった。終わった。終わりましたね。あ、やば。終わった。いやマジで積みました。正直これ無理、いやこれはきついぞ。あ、よっしゃ、なんとか。これミスマッチ言っても、あれ全然たまらんな。黄色か。ちょっとドリンクがうまいこと取らせてほしい。あ、ラッキー、でかい。くっそ。いや、それはひどい。いや、それはマジでひどいわ。あ、クイーンのジャスト。あ、クッキー取ればよかった、マジで。よしよし、なんとか。これでメリオダスでなんとか。
うわマジかよ。いや、2王は無理っすね。メリオダス2王は無理っすね。いや、こうなるやったらやっぱり銀さんがやっぱグラス欲しくなりますね。あ、でもとりあえず2王あれじゃないですか、あの下方来るんで、下方来たらまたメリオダスいけるかもしれないですね、ワンチャン。よし、じゃあ今日はちょっとこれでやめますね。よしたら、お疲れ様でした。あ、おやすみなさい。お疲れ様です。また明日もやると思うんで、よかったら来てください。